Hello everyone, welcome back to Honkai Star Rail. Last time we got kept typical Hoyo from progressing through the story because I'm not leveled up enough. Today, I've done my homework. I've done my jobs. And now we are ready to go see Sally. Our feisty Sally. Hi Sally. Ara, hayai wa ne. What's Wildfire doing in the mine? 言ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの鉱区があったんだけど、ここ数年、劣化の侵食が広がったせいで、多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる鉱区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば、大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは鉱夫たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。まあこれは子供の遊びみたいなものだけど、でも今回は違った。2日前に突然鉱夫と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。鉱区は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を鉱区に駐在させて私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。Okay, let's just go. そうだ、あんた、あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ。私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。Yay, let's go. Enter the great mine.あれ、お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ドクターレディー、ナタ、ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼールと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。 These people… コーフとその家族たち、ことを起こしたゴロツキを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちたコーフに復讐されるのが怖いんでしょうね。今回の衝突でたくさんの人が怪我をしたと聞いて助けに来たの。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が劣化に侵食され、仕事をなくした。このことが公になったら鉱夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで鉱夫たちも我慢の限界が来た。 This is the price of guarding a secret.君の考えを理解できないわけじゃない。でも地下の人々は今苦しい時期を過ごしてる。結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？No, actually. いいや、それが目的ではないわ。
ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。We came here willing to help out. へえ、それは親切に。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、チカは今厳しい状況だわ。もしよかったら、ここの住民たちを助けてあげてほしい。Relics provides the wearer with bonus stats. Gains bonus buffs if the wearer has a complete set equipped. Okay, relics. Equip relics. Select relics. Where do I get this from? Okay, equip. I guess I get them for free. Collect relic sets to activate powerful set effects. Attack increase by 12%. Thanks.Guess I don't have the others. Okay. Nice! I got free stuff. Astral Express Family. Want some strange items. Thanks.So what's a relic? A construct made from data stream. Many believe they are linked to Stellarons and the Fragmentum phenomenon. What we refer to as relics are objects corroded by the Fragmentum whose data is saved and then reconstructed. Thanks. So what is a relic? You could consult Herda.She is an expert in relic research. Okay. So, Natasha, why are you so different from the Natasha that I know? You are so gentle. I mean, the other Natasha is also kind in her own way, but at least the version of her that is here does not shoot arrows at people.Minus weekly issue. Where should I go? Okay. This is the exit. Huh?Oh, here. Oh my god. 新しく発見された巨大鉱脈。あそこが衝突の中心になったところよね。さ、上がって見てみましょう。Yeah, let's. 前の人、寝てるのかな?近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら、起きて。お尻にキノコが生えちゃうよ。な、何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？え？ゼーレさん？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？ああ、そうだ。どこぞのゴロツキが現れて、採掘チームとやり合って。俺すごく眠かったから、すぐそいつらに捕まっちゃってさ。遅延が助けてくれなかったら、今頃きっと丸裸にされてた。Is that a whip?On Celeste's waist.
And then, where did Wildfire go? 遠くに行ったんじゃないか。鉱脈の方はとっくに武装したゴロツキどもに占領されちゃって、俺たちみたいな一般人じゃどうにもならないからな。支援がないと大航空は完全に奴らのものになるだろうな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。あ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう。怪我をしてるかも。 Sure. Hi, Elaine. エレイン、大丈夫？怪我したの？ゼール、ありがとう。大丈夫よ。ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの。本当に知らないのに。ロボット？あ、まだ中の状況を知らないのね。大航空の行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。3つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。 Maybe someone's playing tricks. きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機1台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？Like the one that we found in the fighting ring? スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。 We will。 人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令に従うんじゃな。このエレベーター壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でもこのまま引けば儲け話はどうなるんだ？バカタレが、コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地図を袋に入れるところな。今がチャンスだ。ナイスアイディア。採掘チームを狙うなんてずうずうしい。片付けが必要みたいね。Okay, let's fight. うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちってばなかなかやるじゃん。即戦即決と行こう。お前の番だ。はあ？バーン！あららら！あららら！不利になったら尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。あれ？これなんだろう？さっきの人の落とし物かな。何これ。ピピ、使用可能なユーザーを検索。
ピピ、正門を検出。正門の ID 情報を取得。なんとよそ者なのですね。どういう状況？これが喋ってるの？それにうちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外郭にスターピースカンパニーのロゴが入っている。スターピースカンパニー、もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。ピピ、あなたこそ骨董です。ん？あなたたち全員骨董品です。ピピ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ピピ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション、あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機？カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ピピ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機をスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と84日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする、一緒に持っていく？ Let's check it, maybe it could be of some use. ピピ、そう、それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。 Okay, continue deeper into the mines. What? Oh, not from here. なんだ？Oh, a robot. はじめるか。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。いや、この機会を逃すな。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。メタントンネル is collapsing。見間違え。争いに意味はない。うちってばなかなかやるじゃん。お前の番だ。誰がちびっこだって今更後悔しても遅い。うちに出くわすなんてついてないね。You resist。 いや、ああ、ルールは破るためにある。Okay. あれ？あっちが騒がしいね。
喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな。ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともとあたしたちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いている時、あなたたちは何をしてたの。食って寝るしか能のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず？飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだぞ。ああ分かったぜ。俺たちが全員死ねば食いぶちが減ってさぞ嬉しかろうや。まったく話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちのものでもなくなったじゃないか。ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか、玉を込めた仏が今誰の手にあるのか。何するつもり。警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延とうるせえんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。うん、おのれ。 Leave it to me. No, let's save them. 私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。 I know full well。 おだまり。少なくともあんたたちのじゃないわよ。さ、全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。今だ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちってばなかなかやるじゃん。いや、即戦即決と行こう。食らえ。誰がちびっこだって。ポンク。争いに意味はない。 How dare you。 始めるか。ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。そうだアントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。But who sent them? 普通のロボットに自己意識はない。奴らの目的は、すなわちスバローグの目的よ。スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに仮想部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグはめったに炉心を離れないけど、仮想部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者。
そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち剣奏者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？ I want to meet Svarok and his minions. We saved the miners to go back. We haven't found a Wi-Fi yet. そうね。でも、ボスに用があるんじゃなかったの？ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。Thank you for the compliment. アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行って、ナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。No problem. Let's go fight them.この道で間違いないの？塞がれているみたいだけど。Yes. 知った風に言わないで。さあ、近づいてみるわよ。You can just move the car away. 完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから、勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われても、どうやって直せばいいの？仮想部の人間なら、校舎の構造くらい知ってて当然。私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと、後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっと、スバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。良き友人、何か探し物ですか？ Yes. チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ビビ、脳波スキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみようか。入力画面は あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認、これでいいの？ビビ、要求を処理中。ビビ、マッチング成功。紛失物品校舎のプラグの捜索を開始。ビビビビ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。Thank you, Findy. Home use object finder. R?あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか？いつスターピース電機に行かれますか？チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、利用規約により本機は検索結果の、You can find treasures by following the directions indicated by finding. The color shows the distance. By using the intersection points where multiple guiding light beams meet, you can deduce the target's location. Okay.真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。
This way? あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、あなたの検索履歴から。I got it already。推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。I didn't see anything. ピピ。あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピース、ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品。ピピピピ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモードに移行します。ああ、オーマイガード。どれどれ。この部品はなんとか使えそうね。この探索機なかなかやるじゃない。ピピ、これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になってもチャーリーを使えば簡単に探せるんじゃない。Does he often get lost? 現在のところ、有機生命体の捜索はサポートしておりません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。悪くない考えだが、今は残りの部品を探すのが先だ。OK, let's go. ピピ、紛失物品、校舎の輪軸の捜索を開始。ピピ、ピピ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。 OK、 マインカートピン。ピピ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはい。ピピピピ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモードに。これで部品は揃ったね。Yes。助かったよ、チャーリー。ピピ、ピピ。どういたしまして。スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ピピ、捜索完了。スリープモードに移行します。ホーム用探索機を充電してください。ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部品を探すのに半日かかってたかも。それは大げさだと思うけど、確かに便利だったわね。よし、それじゃあ戻って校舎を修理しましょう。いや、yeah, it only took me like 誰がやるの。私以外に誰がやるわけ。仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。Mm-hmm.
無事に直せた。 Are we gonna write it? なかなかやるじゃない。あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行。Okay. Push the main car. 前の行動はすでにロボットに占領されてる。止まって、緊急停止。怖そうなでかいやつがいる。あのタイプ、スバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことがある。行くわよ。Let's go.Oh, you hit me first. That's not fair. 下手に動くな。せい、はっ。うちの出番。I'm gonna defend. 動かないでね。今祝福してあげるから。始めるか。悪者、名を名乗れ。So cute. オラオラ。ボーン。殴ったね。痛くも痒くもない。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、聴無一角。ふっ、はっ。 Yes。 ふっ、はっ。 Yes。ルールは破るためにある。アウト。即戦即決と行こう。お前の番だ。私を頼れば心配ない。ドスクロノフック様のご登場だ。どけどけ。バーン。あらららら。ああ、争いに意味はない。うちがいるんだから負けないよ。始めるか。殴ったね。悪者、名を名乗れ。誰がちびっこだって。どけ。騒ぎを起こしたくはない。Yes。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、聴無一角。ふっ。はっ。 Yes。 Trip of erudition。 Goodies。 ふっ。いい感じだ。
今だ。ほら。即戦即決と行こう。お前の番だ。いや。They are strong. I gotta admit it. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。いたずらしちゃうよ。ほやほや。うちに出くわすなんてついてないね。No. いや。争いに意味はない。生死虚実、一年の間なり、同天元家、超無一角。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。Okay.I wanna heal first. Heal. Yes, thanks.旅をしている甲斐がある。近くで見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。わお、そうマジェスティック。They mine this entire thing? Oh well.今だ。うちってばなかなかやるじゃん。くらえ。今投稿すればまだ間に合うよ。オラオラ。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。ほら。始めるか。お前の番だ。逃がさない。はっ。いたずらしちゃうよ。誰がちびっこだって。知ってばなかなかやるじゃん。即戦即決と行こう。過ぎ去ったことは重要ではない。OK、 stay to not stay to space anchor。 We gotta fight all of this.
But she's so weak though. Do you just randomly get them from exploration? この鉱脈、これのために皆さんは見て、スバローグ、大きい鉱脈、これほどの地髄、見たことない。計算中、平均採掘効率に基づき、この鉱脈はメロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間。だが、私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。クラーラ。スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。でもクラーラはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも地縁の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する。クラーラ、彼らがここに現れたのがその証拠だ。スバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。地縁所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろクラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ、最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。This kid looks stronger than the other robots. それにセンスのある着こなし。え、まさかここで引くつもりじゃないよね。
あの赤い服の女の子はどうなるの？行くぞ、クラーラ。外部からの変数が出現したから、計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い。あんまり痛くしないで。ミルズ。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合ってあげる。OK。ステージを邪魔しに来たの？The summoner is defeated. The summoner object will also be defeated. Okay. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。いや。始めるか。盛り上がってるじゃん。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、うちに出くわすなんてついてないね。ほら。あなたに。What does it do? The taunt. Okay. You can only select the enemy that give you the taunt. もっと叫びなさい。今さら後悔しても遅い。即戦即決と行こう。ああ、ルールは破るためにある。はい、始めるか。意味はない。己を解き放つ準備はいい？犯行も陽動も霊落も全部。The rest is so ほら。即戦即決と行こう。お前の番だ。盛り上がってるじゃん。どけ、騒ぎを起こしたくはない。手ごわかった。スバローグにはこんな手下が一体どれだけいるの？
たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて、私たちじゃどうにもならない。That girl is red. Who is she? クララ？気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。おう。よくやってくれたな、ゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて、長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね。無事だ。とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平和になりそうだな。それで隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。 OK。Are you the chief? You are a hard man to find.上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。I've been to places. これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときに、よそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが、現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。Locals don't know about Gokulia Sampo? あの大守護者も彼よりは。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに仮想部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは、私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら、町の人に聞くがいい。この十数年間、どう生きてきたのかをな。仮想部の恨みは、二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここは、お前の意思を尊重して、大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って。俺が思いついた人物はスバローグだ。OK。 スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば、俺たちのことなんか眼中にないのさ。やつは、かの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すなら、あれほどいい情報源はないだろうな。 OK。 Is he really that old? He looks pretty new. 見た目で判断しちゃダメだよ。うちだって何百歳だけど、わからないでしょ。俺が知る20種以上の調整種族に、お前みたいな見た目のやつらはいないが。もうフォローしてよ。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら、俺たちは力になれない。 OK。 なら、スバローグと会話のチャンスを作らなければならない。 Maybe by finding him。 それか、メモリーを渡してもらう。うちらで探してもいいし。どうすれば
俺たちもずっとやつと交渉しているんだが、毎回拒まれていてな。やつは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だが、お前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ、何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし、お前らも疲れただろう。俺が手配してやるから、町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それから、シルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか。Faded Sun. Oh, I got the music. I got a soundtrack. I can play it on a train, right? Okay, so Svarok is a robot, but it is also sentient. As far as I know. Ronya, Sele, please get along, okay?Them are friendly at all. I feel like I'm so underleveled for this. Oh.この曲をあなたに。叫びなさい。今さら後悔しても遅い。や始めるか。くらえ。ナイス。過ぎ去ったことは重要ではない。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。今さら後悔しても遅い。オッケー。ついた。はっ。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。今さら後悔しても遅い。今だ。うちの出番。ほら。お前の番だ。Okay.So many people. I'll just go teleport. Boulder Town. Teleport. 今日の所持もアーカイブに記録する予定だ。Fedora.Okay, have I talked to you? A grocery store? I want to buy something? Ah, this recipe. Oh, yeah, I have unlocked the what is it called? A synthesizer? Synthesizer? Yeah, synthesizer! And now I can cook fried rice. Giant fried rice.Comfort food. I haven't cooked anything to anything except this giant fried rice. Plain rice. Okay, let's go to this hotel. あら、あんたたちがオレグさんの客?
ゲーテレストランへようこそ。ゲーテ？あ、上層部の立派なゲーテホテルを見たのね。Yep, I have. I stayed there and got rested. 嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。自分はいつか成功するって信じながらね。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。うん、夢を叶えるために努力したんだ。Yes. なんだか、うちらも頑張らなきゃってなるね。Sometimes reckless as well. オレグさんからは、よくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋を用意したから、ゆっくりしていって。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？Let's just go ahead and sleep. やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？I think he's a good person. Honestly.What? はかりがたきは人心とか言わないんだ。いつも理屈を並べ立てるわけではないからな。俺の思うに、警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？スペースカウボーイズ。急に眠気が。I am very sleepy. March lose the most awake. 無理無理。徹夜なんてしたことないんだから。お肌にどんだけ悪いか知ってる？私にやらせて。ん？ブローニャ。オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことされてないよね？大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて、納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから、今夜は眠れそうにないの。Good. もし私のことを信頼してくれるのなら、見張りは任せて。Not good. 信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから。もし誰かがカカリア様を止めていて、その結果を教えていたなら。いや、今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。 OK. Cheap room. Paper pens and a pot of black ink are laid out on a plain wooden table. You lean just slightly, trying to make out the messy handwriting on the paper. Technology in the underworld might be outdated, but printing as a technique remains as prevalent as ever. Perhaps this establishment opted to handwrite its notes to give customers a warm feeling of being valued. But this kind of thought only manages to make reading more difficult for you.As you scan over those polite and pointless words, your eyes start to hurt. Finally, you find the most important part in the bottom of the page. Gertie, the owner, warmly invites you to read our services. Ah, a great incision, your favorite. You vaguely remember having this experience before, with you sitting in the backseat of a hover taxi, flying from one place in the city to another.The pilot of the hover taxi doesn't chat with you for the whole ride, not offering even the most cursory of greetings. But as you open the door to climb out, he suddenly says, Please give me a 5-star review.
No, you won't. You aren't the embodiment of impartiality. You would never take pity on a test with a score of 49 and change it to a 54 pass. You strongly believe that good reviews are earned, not handed out. You look around this cheap room. You hear the walls wailing and see the cupboards trembling. Now you are the most impartial critic in the whole of the galaxy. Dear guest, please rate how comfortable the bed is in your hotel room. Neutral. Bed. Average. It's more than just average. It could even be used to define the concept of average. Dear guest, please rate the tea provided in your hotel room. Unsatisfactory. Tea unsatisfactory. Too cold, too bland, and stinks of musty mold. Utterly terrible. Dear guest, please rate the lighting and view from your hotel room. Very satisfied. Lighting and view. Very good. The lighting in this room is exactly how you like it. Not too bright, not too dark, very comfortable. As for the view, as a well-known connoisseur of retro architecture, you find the Boulder Town street view to be very appealing. Thank you for evaluating the service here at the Goethe Hotel. Goethe? You may leave a comment in the space below. We will take your feedback seriously and try our best to improve our services. Oh my god, what are those noises? It's better to make it a multiple choice question. Read the thing. There's only one blank space left on this piece of paper. If possible, please leave your name so we can notify you when we have discounts. Discounts? What a beautiful world. What a beautiful word. Let's write your esteemed name here then. Heisenberg. Your masterpiece is done. You've just completed the single most unbiased service review in the history of the universe, without a hint of any subjective emotion. You flip back the feedback card that you just completed and discover a thick stack of identical cards. You are faced with several options. Finished. Read nothing. Heisenberg. Bad, neutral. T, unsatisfied. Lighting and view, very satisfied. I am done. You put away the completed service evaluation card. Perhaps you should give it straight to Jordi to demonstrate your status as a valued guest. No. Okay, I'm gonna leave this episode here because, just like him, I am very sleepy. It's almost midnight. I usually record past midnight at 1 or 2 because of all the noises from the road. I live right next to a highway. So, yeah. We managed not to get killed by robots. Hopefully, in the next episode, we won't get killed by robots still. Thank you so much for watching and see you all next time.